だよ、だよ、はい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 、だよって怖い話って得意か？あ、まあはい、いけるタイプですよ。お前何も感じなさそうだもん。まあそうですね、基本的には。じゃあダメか。インターホンってあるだろ？ありますね、ピンポン鳴らす。そうそうそう。でピンポーンってなってモニター型のやつが最近多いんだよ。ああ、ありますね、よく、うん、で、そのインターホンでわしの子友達が仕事を帰って友達の友達が仕事から帰ってきて、女の子な。はい。で、夜の仕事をしとったんだ。はい。で、まあいつも通りこう携帯いじってこう配信見たりしてたらしいんだわな。はい。でお風呂入ってで上がってきてでまた携帯こういじっとったんだ。はい。でまあそしたらこうインターホンがこう鳴ったんだと。はい。まあ、ピンポーンって。で誰だろうなと思ってでこう見たらいないんだよな。で気のせいかと思って、はい、でまた電気消して、まあ、寝ようと思って、はい、でまた携帯いじっとったんだな。はい。でそしそあちょ待って、そこが思い出せない。確か電気がそのだからピンポンってなってモニターが光ってて消そうと思ったんだけど消えなかったんだよ。なんかあれってね、通話と切るっていうのが確かあって。はい。でモニターが光ってるから暗い部屋でそれが光っとるから気になってパッて目に留まるやん。はい。でもなんかこんな時間に誰やろうってなって、はい、で見るんだけどいないんだよ。あ、ピンポンダッシュだ。でこう切るを押すんだけど消えないんだよね。はい。で消えなくてで怖くなってなんだっけな、なんだっけな、ちょっと待って、全然思い出せなくなっちゃったな。ちょっとまた聞いとくわ。あ、まあ、ピンポンダッシュされたって話。うん、違う違う、オチがちゃんとあってな。おお。なんかインターホンって、はい、外からピンポンって押すとな、はい、そのなんだっけな、だからそのインターホンの仕組みみたいなのがあってな、外から押した場合は、はい、モニターが光って通話みたいな、それうちだけ、いやなんかちょっと思い出せないわ。
なんつったっけな、なんかちょっと思い出しとくわ。あれです、今簡単にあれ、なんか真夜中になんか女性の人からピンポンが来たけどなかなかスタッフが、あ、違う、その人は女の人だったんだよね。ああ、女の人が、はい、なんだっけな、なんか声が聞こえたみたいなのもあった気がして、なんだっけな、結局、はい、家の中から押さないと光んない状況のつき方してたって話なんだよ、このなんか怖い話の話。あー、なるほど。その人がこうタップしてたんですね。あ、そう、そういう、そうだ、ピンポンってなったら、はい、モニターが光るんだよ。はいはいはい。でも中からその通話っていうところを押せばインターホンが鳴らずに光るんだよ。はい、ああ、じゃあポンしたってことですね。違う。え？女の子が家帰ってきて、はい、で仕事から帰ってきて、はい、でその携帯をいじってたら、はい、こうピンポンが最初鳴ってでいなくて、はい、鳴ったか鳴ってないかちょっとその辺ちょっと覚えてないけどでお風呂に入ってで出てきて、はい、で寝る支度してで携帯いじってたんだよ、はいはい、そしたら部屋暗いからその光源が見えるわけだよ。そうですね。じゃあインターホンのモニターが光ってるから、はい、こんな時間に誰だろうって思ったんだよ、うん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 、で起きて見に行ってモニターを見るんだけど誰もいないんだよ、はい、で切るボタンを押しても消えないんだよ。ああ。普通はなんか切断みたいなのを押すと消えるんだけど、はい、消えないんだよ、はい、で壊れてるというふうに思ってでなんかしようとした時にすごいまた怖い思いをしたからそれを壊したんだよな確かその子は。ああ。なんか電源を抜いたかなんかなんかボタンを壊したかなんかで壊してとりあえず見えなくさせて、はいはいはい、でとりあえずそれで終わったんだけど、はい、よくよく考えるとインターホンのピンポンっていう音が鳴ってないのに光ってるっていうのは、はい、中で通話っていうのを押してないとありえないことなんだよ、はいはいはい、でずっとその切るっていう風なのを押してんのにずっとそうついてるわけだからっていうことで、その女の子がその数日前か当日か分かんないけど、はい、すごい夜のお仕事をしてる時に、ね、熱烈な客がいたんだって話だな。ああ、ストーカー。すみません、一郎先に失礼します。ストーカーとかではない。おやすみなさい。ストーカーとかではなくて、はい、生き霊っていうのがいっちゃん怖いんじゃねえかって話なんだよ。生き霊、生きた霊ですか。そうそうそう、生き霊。なんかすごい熱烈な子がいて、で出禁って言ってこうもう二度と来ないでくださいっていう風にした後だったんだってね、はい、ああっていう話だった気がする。なんかちょっとあんまいまいち覚えてない、昔すぎて。はいはいはい、聞いたのが。ただそのあったんじゃないかな、なんかそのインターホンの、私こういうのを聞いた時の話メモしてたんだけどな、メモがなんかないんだよな。まあ、あれですね、とりあえずその人はお払い行った方がいいんじゃないですか。お前はなんかそういうの大丈夫そうやな。
あんまりそういうの全然聞かない感じだもんな。聞か、あ、でもあの、なんだっけ、日本の富士のなんか Q ちゃんってとこあるじゃないですか。富士急？はい。おう。あれのあのお化け屋敷はダメでした。あ、怖かった？なんか俺人が怖いんですよ俺。なるほどね。はい。脅かされるのが嫌だってこと？まあ、そうですよ。なんか人間がこうやってくるから人間がやってくるものは全部怖いです。へえ。お化けは平気なんだ。お化けは平気ですね。へえ。人間じゃないから。なるほど。